E bom, pessoal, continuando a nossa gameplay aqui em Sumero, né? Seguindo ali a história principal do game, já vamos liberar esse teleporte aqui também, vai nos ajudar muito. E vamos na Guilda dos Aventureiros.星田深淵を目指せ。旅人さんにパイモン、こんにちは。キャサリン、こんにちは。頼みたいことがあるんだけど。はい、冒険者協会はいつでも御要望に応えてまいります。具体的にどのような助けが必要でしょうか。キャサリン、オイラたちクラクサナリデビに会いたいんだけど、何か方法を知らないか。はい、お二人はスメールの神様に謁見なさりたいのですね。少々お待ちください。 申し訳ありません。アーカー社からは関連情報を受け取れませんでした。個人的にもこの神様に関わる記憶はございません。そっか、やっぱり同じ結果だな。けどキャサリンにもわからないってなると、もう誰に当たればいいのか思いつかないぞ。お二人ともそう焦らないでください。 私から一人推薦できるかもしれません。スメールにおいては冒険者協会が一番多く情報を抱えているわけではありません。ここではエルマイト旅団と呼ばれる大小の傭兵集団が数多く活動しています。彼らはあらゆる依頼を受け、スメールの隅々まで足跡を残していますから、当然情報もたくさん集まります。スメールシティの防衛を担当するエルマイト旅団の30人団は、 歴史上最も古い旅団の一つであるだけでなく、各旅団間の業務を管理、調整する役割も担っています。30人団？ 変わった名前だな。聞いた話ですが、これは結成当初の人数をそのまま旅団の名前にしたそうです。30人団の顧問アスファンドさんは、うちと浅からぬ関係にあります。もう退役されていますが、今でも旅団では有名で 発言力をお持ちです。こちらから彼と連絡を取ってみますね。30人団の本拠点レグザー町で彼とお会いになれますよ。どういたしまして、幸運を祈ります。お二人がスメールでもご活躍されることを心より期待しています。よし、それじゃあレグザー町に行こうぜ。 Realmente tá complicado a gente obter informações sobre Arconde Dendro, né? Mas estamos tentando. ようこそ冒険者協会の紹介で来たお客人だな。話。こんにちは、アスファンド。オイラたち、ちょっと聞きたいことがあるんだ。 なるほど。で、キャサリンは君たちに俺を探すよう言ったわけか。<笑>確かにエルマイト旅団の皆は情報通だが、送信に会いたいとなると俺も手の施しようがないな。待てよ、単刀直入すぎないか。<笑>しょうがないのさ。 だって、うちの旅団の連中に信仰心なんかないし、神についてなんか何も知らないんだぜ。アーカー社から得られる情報はおそらく君たちより少ないだろう。俺たちは砂漠から始まった。神はとっくにお亡くなりになったが、それ以来エルマイト旅団の者は自分の腕で生きてきた。神の力なんか借りずにな。 だがそれは俺たちに限ったことじゃない。スメール人のほとんどはクラクサナリデビに興味がないと思うぞ。え？なんでそういうことになるんだ？<笑>教令員を例えにしようか。奴らはスメールの実質的な管理者だ。神を信仰しているが、
その信仰対象は今でもマハールッカ・デヴァータなんだ。奴らから見ればスメールを作ってアーカーシャを残したのはマハールッカ・デヴァータの方で、クラクサ・ナリデビはただそれをたまたま継いだだけだと思ってる。そして民衆も凶霊院の影響で自然とマハールッカ・デヴァータをよりよく知り愛するようになった。それにクラクサ・ナリデビは一度も姿を見せてないし、凶霊院も彼女の情報を公開しない。だからスメール人にとって彼女はただ存在しているだけの神なのさ。そうなのか？なんだかクラクサ・ナリデビがかわいそうだな。どうかな。すべては俺たちの独りよがりで、知恵の神は人のつけた衣装など気にしていない可能性だってある。アスファンド、教えてくれてありがとな。気にするな。冒険者協会の顔も立ててやらんとな。送信に対する態度はやっぱりアスファンドの言った通りだったな。送信に全然興味がないどころか、アーカー社はそれを知る必要がないと判断したとまで言ってたぜ。スメールシティに入ってからずっと情報を探してきたけど、なんだか得られる情報がますますネガティブになってきたな。まさかスメールシティを丸ごと探してもクラクサ・ナリデビに興味を持つやつなんかいなかったりして。ねえ、もしかしてクラクサ・ナリデビ様に興味があるの？お前はあなたたちスメールシティに来たばかりの外国人みたいね。クラクサ・ナリデビ様に関する情報を聞き回ってるんでしょ？あ、ごめんね、自己紹介を忘れてたわ。私はドニアザード。実は私、クラクサ・ナリデビ様の忠実な崇拝者なの。え、本当か？ってことは彼女に会う方法を知ってるのか？そんなこと私にはできないわよ。でもさっきあなたたちの話を聞いてたら、宗神様に関するある伝説を思い出したの。もちろん。じゃあ話すわよ。昔々ある人が最悪の災いが自分に降りかかるという予言を聞いた。彼は恐怖に怯えながら宗神様に助けを求めようとした。宗神様が自分に知恵を与え、この危機を救ってくれることを期待してね。彼は砂漠を渡り、雨林を歩き回り、様々な試練を乗り越えたんだけど、ついに宗神様の姿は見つけられなかった。彼は、はあ、神はきっと私を見捨てたんだって絶望して、深く悲しみながら運命を受け入れようとした。それで？そしてついに男は最悪に見舞われた。けれど予想外なことに、旅で見てきたことが彼の助けになり、危機を自力で乗り切れたの。そして一羽の鳥が彼の肩に舞い降りた。それは宗神様の化身で、彼女はこう語った。神を探す者よ、理解できたか？あなたはとっくに私を見つけ、知恵の跡を見つけていたのだ。我らは道の草花に、輝く太陽の光に、捕らえられぬ風の中にいる。あなたが思考をやめない限り、私たちはどこにでも存在すると。ありがとう。その話を聞いたらなんだか気分がすっきりしたぜ。どうやらこの物語も宗神様の化身みたいね。
ドニアザード、お前がクラクサナリデビの崇拝者なら、彼女に関する他の情報も教えてくれないか？もちろん。そういえば、知ってる？その、悪いけど、用事があるから先に行くわ。また今度話しましょう。してるみたいだな。ドニアザードがあんなに慌ててたってことは、まさかあいつらはドニアザードを捕まえようとしてるのか？ダメだぞ。せっかくクラクサナリデビに関する情報を聞けたんだ。あいつらを阻止しないと。とりあえずあいつらの注意をそらして、それからドニアザードを追おう。おい、そこの二人、茶色い髪に紫の上着と水色のロングスカートを履いた若い女の子を見なかったか？探してるんだ。手にバンデージもつけてるやつか？そう、彼女だ。どっちへ行ったか見たか？見たぞ。そっちに行った。さあ追え。あいつらの注意をそらせたぞ。早くドニアザードを探そうぜ。Bom, despistamos os caras ali que estavam atrás dela. E agora a gente precisa ir na localização que ela está. ドニアザード、ここだったんだな。もう遠くまで逃げたのかと思ってたぜ。あなたたちね。びっくりした。安心しろ。お前を追ってた奴らは、オイラたちが巻いておいたぞ。え？そうなの？本当にありがとう。でも、私を捕まえに来たのは、あの人たちだけじゃないと思うわ。あ、やっぱり、あっちからも人が来た。おい！他にも追っ手がいるのか？だったら、ここに突っ立ってる場合じゃないだろう！早く逃げろ！待って、私実は体が良くないのよ。走るのはちょっと無理。うん、それがいいかも。港に酒場があるから、そっちへ行きましょう。私が店の中に隠れるなんて思いもしないはずだわ。よし、じゃあお前は後ろからついてこい。オイラとこいつが追っ手を警戒してやるから。Vamos ver, né? Parece que agora tem alguma coisa promissora aí de informação pra nós. Aqui não vai ser possível. Espera! Espera, Dishio! お嬢様、こいつらは何者ですか？彼女たちは道で出会ったばかりの異国の旅人よ。たまたまあなたたちが私を探してるのに気づいて、私を助けてくれただけ。へえ、なるほど。あんたらはもう用済みだ。出てってもらうよ。待てよ、お前は誰だ？なんでオイラたちを追い出すんだよ。私はドニアザードお嬢様のボディーガードだ。お嬢様を無事に返すためにここにいる。お嬢様、私と一緒に帰ってください。お嬢様が逃げ出して随分経ちましたから、旦那様と奥様はとても心配されてるんです。もしあなたと帰りたくないって言ったら。もちろん協力してくださることを願ってますよ。それがお互いにとって一番いいですから。ですが、どうしても帰ってくださらないというなら、担いででもご自宅にお返しするしかありませんね。おい、ドニアザードは帰りたくないって言ってるだろ。なんで無理強いするんだよ。邪魔するな。
あんたらが考えてるようなことじゃねえ。失礼しました、お嬢様。私はお嬢様のボディーガードですが、ご両親に雇われた以上、雇い主に責任を果たさなきゃなりません。いくら？何です、お嬢様。あなたを雇ってお父様たちの言葉を聞かないようにさせるにはいくら払えばいいの？2倍？3倍？少し時間をくれれば何とか集めてみせるわ。お嬢様、モラの問題じゃありません。あんたが私たちエルマイト旅団の人間をどんな目で見てるかは知りませんが、言わせてもらいますよ。私は確かにモラが好きだが、自分の原則を破るような真似はしない。雇い主に言われたってだけじゃなく、自分の両親がそうすべきだと囁くからあんたを探してたんです。あんたの体は良くない。こんな風に外でブラブラ歩いたりして体への負担はどれほどか。ですので、あんたを愛してる人のためにもわがままを言わないでください。いいえ、あなたは間違ってるわ。私は自分の状況を理解してるし、自分がどんなことをしてるのかも分かってる。私から言わせれば、今わがままを言っているのはお父様とお母様の方だわ。私が家にいようがいまいが何の変わりもないのは分かってるのに、その現実を受け止めようとしていない。私からあの人たちにこのことを相談しても避けるばっかり。ディシア、あなたは長いことうちにいるんだからこれくらい知ってるはずでしょ。ディシア、お父様とお母様が大変だってことは分かってるの。私のためにしてくれたことにも感謝してる。でもこの世界にはもう一人感謝しなければならない方がいるわ。だってあの方は私を救ってくれたのよ。あの方への敬愛は私にとって両親への敬愛と同じなの。これは私の人生で私の最後のチャンスよ。もっと有意義なことをやりたいの。お嬢様、ご自分のやっていることが有意義だと断言できますか？断言できる。少なくとも私にとってはそう。わかりました。お嬢様、もう一緒に戻れなんて言いません。でも言っときますが、お嬢様のやり方に賛同してるわけじゃありません。その決意に敬意を表してるだけです。ありがとう、ディシア。ごめんね、さっきは焦ってあなたにひどい態度をとったわ。それにモラのことを言って気を悪くさせた。平気ですよ、お嬢様。私はモラが好きって言ってましたしね。それにこれについてはしっかり話し合わなくちゃなりません。何せ今日はすごい騒ぎになったし、お家のボディーガードもみんな出動してる。旦那様からお嬢様をかばうのは簡単じゃありません。それに逃げ出すのは今回限りじゃないんでしょ。今度動き出す前にはせめてお嬢様の近くにお付きして、外出期間中の世話をする人を用意しないといけません。ってことで私を雇ってみないか、お嬢様。お互いに都合のいい話ですよ。報酬は、ま、旦那様の半分くらいで、あんたが家に帰ってから払ってくれればいい。ええ、問題ないわ。よかった、ちゃんと話がついたみたいだな。あっ大丈夫よ、安心したらちょっと力が抜けちゃった。お嬢様、もうご無理なさらないでください。この店で何か食べながら休みましょう。二人も
心配させてごめんなさい。よければ一緒にどうかしら。おう、お前が元気になったら唐草なりデビの話をもっと聞きたいしな。君のその見方は偏ってる。あなたの推論は。いや、ディシアじゃないか。この半年見かけなかったな。ブーマイ家のところでボディーガードをやってるって聞いたぜ。ボディーガードは面白くないって散々言ってたくせにな。慣れればそんなに悪くないよ。旦那、メニューを見せてくれ。はいよ。ん？こちらの方はひょっとしてブーマイ家のお嬢さん？いや、お嬢さんがいらっしゃるなんて、この店で一番うまい料理を用意しないとね。マスター、ありがとう。気持ちはいただいておくけど、今はモラが必要なの。手持ちがあまりないからできるだけ節約したいわ。でもこちらのお二人には一番いい料理を用意してあげて。知り合ったばかりの友達だからちゃんともてなしてあげないとね。そうだぞ、ドニアザード、クラクサナリデビの話をしてくれるだけで感謝してるんだから。だったらデーツナンはいかが。うちの看板おやつで値段もお手頃。ほら、そっちのお客さんが食べてるやつさ。黒くてパサパサしてそうだ。おいらはやだぞ。おいら得意なスライム料理に不満でもあるのか？ドニアザード、スメイルシティにいた人たちに聞いて回ったんだけど、みんなクラクサナリデビに興味がなかったんだ。お前はどうして彼女の崇拝者になったんだ？パイモン、宗神様に会う方法を私に聞いたでしょ。方法はわからないけど、私は宗神様にお会いしたと思うわ。え、本当か？ええ、子供の頃の話よ。私は病気になってほとんど一年中お部屋で横になってた。パパとママは私の病気を治すためにずっと頑張っていたわ。でも私は友達を作るどころか、アーカー社から知識を得ることさえできなかった。子供時代の私には何の夢もなく、希望なんか何一つなかった。一度ある夜、目が覚めたら部屋には誰もいなくて、すごく怖かったわ。でも動こうとしても動けなくて、泣くことすらできなかった。その時頭の中に不思議な声が浮かんできて、私にこう言った。ドニアザード、怖がらないで、泣かないで、と。ドニアザード、怖がらないで、泣かないで。誰？どうして私の名前を？どう言えばいいのかしら。理解できないかもしれないけれど、あなたのことは全部知っているわ。本当？もちろん。雷が怖いことや、朝のお薬が嫌いなこと、それからお母様のスカートについた花びらを数えるのが好きなことも。ああ、本当に何でも知ってるのね。ドニアザード、何か願いはある？願い？ないわ。私どこにも行けないから何もできないの。あら、そうなの？でもあなたはまだ子供でしょ。子供はみんな願いを持ってるのよ。あなたの願いを教えて、叶えてあげられるかも。
じゃあ、私の病気を治してくれる？ごめんなさい。それは今の力じゃ、まだできないわ。それじゃあ、友達になってくれる？その後、いいわ。私はあなたのお友達よ。という声が聞こえてきたの。病気になってからはとても辛かったけど、その声はいつも私を励ましてくれて、面白いことをたくさん教えてくれたわ。窓の外には賑やかなスメールシティがあることとか、スメールシティの外は緑豊かな雨林が広がっていることとか、その雨林のさらに外には防災機や砂漠、そしてテイワット大陸があることとか。その後、ようやく発作は収まったけれど、声は消えてしまった。お母様にもこのことを話したけど、きっと私の夢だって言われたの。でも私は知ってる。あの声は決して私の妄想で作り上げたものなんかじゃないわ。だって私はその前に一度だってテイワットなんて言葉を聞いたことがなかったんだもの。え、絶対そうよ。その声がなければ私はこの世界に好奇心を抱くことはなかったわ。読み書きを勉強したり、いろんな本を読んだりすることもなかった。その声のおかげで私は知恵に触れることができたの。だからあの方はきっと宗神様だわ。その恩返しをずっとしたいと思ってて、実は今日逃げ出したのもあの方の過信短日を準備してあげたかったからなのよ。過信短日？なんだそれ。過信短日はクラクサナリデビ様の誕生日で、賢者たちがあの方を見つけた日なの。実はこれはかなり古いお祭りで、最初はマハールッカデバータ様の誕生日祝いをするために設けられたそうよ。そしてあの方が見まかられた後、日付がクラクサナリデビ様の誕生日に変更された。聞いた話では、クラクサナリデビ様がスメールに迎えられた当時は、みんなそれはもう盛大にこのお祭りを祝ってたらしいわ。でも教練員の影響で、みんなは次第にこのお祭りを祝わなくなっていったわ。スメールにはマハールッカデバータ様に関するお祭りがたくさんあるけれど、教練員は全ての準備に参加する。でも過信短日に対してはモラを出すどころか気配すら見せなかったわ。彼らにとってクラクサナリデビ様の誕生はマハールッカデバータ様が本当に逝去されたことの証明でもある。だからこんなお祭りには参加したくないのね。ひどいじゃん。でしょ、ひどいのよ。確かにこの国を作り上げたのはマハールッカデバータ様よ。だけどクラクサナリデビ様だってこの数百年間スメールを守り続けてきたじゃない。あの、周りに他のお客さんもいるから、あまりはしゃがないでください。グランドバザールの人々は今でも過信短祭を祝い続けているそうよ。でも以前は彼らのことを知らなかったから何もしてあげられなかったの。でも最近そこに住む人と友達になったわ。彼女もクラクサナリデビ様の信奉者なの。だからこのお祭りのためにしっかり準備してほしいという願いを込めて、私は貯金を全部彼女にあげたの。私がクラクサナリデビ様のためにできることはこれくらいだから。待ってください、お嬢様。その友達ってまさか家に花を届けに来てたニーローのことですか？ええ、彼女よ。先日慌てた顔で屋敷を離れるのを見ましたよ。懐に何か抱えているようでしたけど、彼女に何か渡したんですか？ええ、その
初に用意したモラじゃ足りなかったからニーローに私のスカートを売るように頼んだの。実は今日ニーローとグランドバザールに行ってみると約束したの。リシア、一緒に行ってくれる？ええ、グランドバザールはここから少し離れてるから、おぶって行ってあげますよ。それは大変だから大丈夫よ。グズグズしてる暇なんかないですよ。お嬢様に歩いて行かせたらいつつけるかわからんでしょう。あんまり遅くなると旦那様に何も言い訳できなくなりますよ。ええ、もちろん。クラクサナリデビ様を信じる人がまた増えるって知ったらきっと喜ぶと思うわ。Beleza, então a gente vai pro grande bazar. No próximo vídeo a gente já continua.